ちょっと待って、あのね、びっくりして逆に盛り上がらない。ほんまに。嘘でしょ。嘘やったーっていう。はい、お願いします。はい、よろ。お願いします。ピカクロスな。でも俺も優秀だということが分かったでしょ。さっきので。なかなかちゃんとクリティカルなヒントを出せる人だっていうことが分かったと思う、ね。はい、ラッパフ、いや、こっちのチーム頑張りたいね。フォーク、フライ、ウッド、ハイハ。頑張るぞ頑張るぞ。体力も、今やっぱこっちはね、マナさんもね、ヤミエもいるからね。で、俺がいるわけだから。そう。ハッカー。そのチーム、ノスケとかいうやついいんですよ。フルーターね。ほんと、カッカさん頑張りましょうね。頑張りましょう。ほんと、カッカさん、ピカクロスさん頑張りましょうね。あれあれ俺はヤミン頑張ろうな、大丈夫ヤミン頑張ろうな、なんいやーかわいそうやなあっちな、ゆめきさん、ヤミちゃん、ね、かわいそうやなヤミン、なんだ足引っ張っとるやん、これ向こう4人チームでこっち3人チームなのちょっとなえ何やばい、こっち3人やもんな、いや勝ったなこれ、ヤミちゃんにのこっち4人いるんですか、まあこっちもある意味ハンデを背負ってるけど、どうやら3対3のようだぞ、ハンデを背負ってるけど一般市民やろこれ、ただの紛れ込んでるやろ、途中出てくるおじちゃんとか、ね、犬とかおじちゃんとか、おじちゃんたち害ないからな、まあ、フォーク、フライで野球はいけるよね、ーられてるな、ラッパまでいけんかな、それっぽいことをどんどん言いまくろ、隣のビッグバンバス、大使館、旗、ピストル、カジア、タグ、ジャック、チェック、救急車、シャワー、ライト、車、パンダ、野球さんだな。だって、なんでか分かんないけど、あの試合はラッパ使うから、夢行きさんがいるから大丈夫、野球の試合いける。完走戦とかもなかったしな。かわいそうすぎるやろ。キャプテンだったらさ、操縦とキャプテン、なんか船とかにするわって思ってさ。お始まりました。大使館、エゲレス、モナリザ、これは、切り裂きジャック。まあ、大使館はプランよね。フットとか。ユニオンジャックじゃない、ああ、はいはいはい。ユニオンジャック、科学者多いですよ。これは切り裂きジャックビッグベンはビッグバンにならんよな。あ、これ、まあ、これ勘違いはない、あるかな。一応保留で。ビッグベンはイギリスで合ってるよな、普通に。合ってる。うん、まあ、これ保留で。うん、そう、勘違いっていう。言葉遊び的に入れてる可能性はあるかな。あるかもしんない。まあ、旗は国旗で連想してる。ユニオンジャックで。からの連想で。うん、まあ、ユニオンジャック、ここ2つセットでユニオンジャックって可能性全然ある。全然あるな。まあ、大使館は開いていいでしょう、さすがに。あと、まあ、イメージだけど、ダブルデッカーバス。わかるわかる。バス、わかる。あ、それのバスね。うわ、確かに。なんか俺バスマスケしてバスやると思う。キャンプ4か。賢くね。賢い。向こうの連想賢いよ。俺らより義務教育2倍ぐらい上4いけんね。朝義務教育2倍受け取るやつはやばいやつなんだよ。中学卒業した時にはもう20歳超えてんじゃねえか。何度だよ。じゃあ、今のうちに確認しときたいんだけど、モナリザは。モナリザイギリスじゃないよな。いや、イギリスですよ。イギリスですよ。イギリスなんだからね。イギリスですよ。何でもやってんな、グーグル。全然イギリスのイメージなかった。勉強の、まあ、とりあえず大使館開けるか。うん、まあ。多いね。いや、ユニオンジャックはあるでしょ、さすがに。ユニオンジャックあるんだったら、もう旗も流れてる。紅葉まで含めてキャンプ5って欲張りすぎるかな。あ、これしかない。いやすごい。あ、そうですね。やっべえ。こう、もみじ、紅葉まで入れて、キャンプ5で俺出すの。キャンプ5だ。キャンプ5。欲張るの。これはすごい、ちょっと待って。いや、負けてられん。まあまあ、余裕か、俺ら。余裕、余裕、いける。うん、自分の力信じようぜ、俺ら。信じましょう、信じましょう。今までやってきたキャンプ5。ダメっすね、我々、まあ、車。信じますね。はい。フォーク。あ、でも確かにその辺全部いけるな。あ、車ライトな。これキャンプよく行くからね。お、え、じゃあもうのすけスタンド。あ、これこの子、え、ま、なんか、あ、ライトもいける、ライトも。フット怪しいな。6になったわ。フットが遠いか一番。ウッド、ハイ、フォーク。いやでもモミジ行け、ライト車より先に紅葉行け、向こうのチームなんか一人しか喋ってなくね、ウッド俺が声でかけて、ウッド、はい、フォークでね、ライト、ここ車、あと車かな、まあ白だからいい、白だからいい、白だからいい、いやでもね、俺のキャンピングカーにシャワーついてるしね、
そう。それ白だから、ちょっとあると思ったんだよね。確かに。キャンピングカーのシャワー。キャンプ行くときにさ、事前の持ち物チェック大事。ライト開いてくれたら、もうフライトラッパは野球2で行くわ。うん。そう、現地ってことって考えたら車は抜けるんよ。あー、なるほど。どう？現地キャンプだと、今この5つがちょうどハマるんだ。うん、そうそうそう。やみちゃん的な。キャンプ場でラッパ吹きたいよね。いや、そんな感じ。ま大丈夫、あの紅葉とか見たくない？大丈夫、見てくちゃうから。結構紅葉の景色きれいけど、ちょっと見てく一緒に。見たい。見たいよ、じゃあ、これで黒やったらもうド先輩からな、俺は。大丈夫、大丈夫、大丈夫。うっといける、うっと、これこそ。俺、ハイはいけると思う。うっと、ハイはいけると思う。うっと、まずうっと。まずうっと。はい、誰か行く？誰か行く。行きますよ。ゼロ責任を全部俺にぶつけろ。じゃあフォークいきます。フォークいける、いきます。大丈夫、ライトはない。あー、でもじゃあわかったわかった、もう2個わかったね。いやこれ3捉えたからな。いやでかいな。いやこれでかいわ。野球4、すごいついてる状態。これはちょっと野球3かな。ピカクロス頑張んねえと。あと2つはじゃあ何、沸騰と車もしか紅葉。そうやと思う、そうやと思う。車馬かな、車かな。わからん、パンダとアルト君がパンダとキャンプ行くんやったらわからん、ちょっと。ちょっとわからん。うわ、ロンドン、ロンドン、クイズなんじゃない？じゃあもうさっきのやつじゃない？え、ビッグバンになるの？え、ビッグベンの言葉合わせて言おう。いや、それを車に行かんでほしいな。すごくない？それやったら、マジで。いや、多分だけど、これで野球3リレーって出したら、さっきの話の流れでビッグバンに行かれることはもう分かってるはずだから。いやでもそうだな、確かに、確かに、そもそもピカデラスがビッグベンを勘違いしてて、俺たちがたまたまジャックとか旗とかを引いた可能性もあるよな。車恥ずかせたいな。まあだからもう、なんだろう、押したらわざわざ2回連続で出す必要ないから、2回連続で出してるってことは、もう一回ここ踏んでいいんじゃないのかな。さっきの話の流れで出てきたやつを。さっき言ってたルーブル美術館はどこにあるの？ルーブル美術館フランスでしょ、普通に。フランスじゃないか、イギリスのテニス。まあいいや、フランス行っちゃってもいいや。野球、野球、俺は騙されてんの？やっぱフランスなのだよな。クリスタ。おい、俺騙されてんじゃねえかよ。あ、勉強になったって思ったのに、普通に。あ、普通の。知識間違えてるの？悪い子だよ、本当に。そうじゃねえか。ここでいいかな？バスが行きますよ、でもロンドン。バスはいいんじゃない？ロンドンだよね。ラッパ。ラッパもロンドンちゃう。まあ人形とかがラッパ持ってるじゃないですか。でもモナリザぐらい可愛い女の子ロンドンおるよ。バス。余計なこと言います。バスケ。おお。ビッグバン怖いぞ。俺たちが怖いし。ビッグベインをビッグバンと思ってるかもしれないの会話に変えるか。でも他にロンドンないもんな。でも踏まれる可能性はあるだろうから。うんうんうん。あ、逆にもう潰しておくっていう。じゃなくて、踏まれる可能性はあることを承知で多分出してるだろうから、少なくとも赤ではない。あ、そうね。赤黒ではないと思う。じゃなかったらロンドンって言わない。いや、歯だけ俺は残したいんだよね。なんだ、シンパシーを感じる単語で、いや、全然関係ない。旧車は関係ねえよな。ロンドンの鍛冶屋、鍛冶屋が作ったラッパ。それだ、見えた。やっぱストーリー性が大事ですから。そうそうそう。他やっぱシンパシーがない。じゃあビッグバン、ビッグベンでいきますか。野球でいいけど、すごいけどな、マジで。野球3だね。2回連続で出してることを信じよう。でも、でも、あ、オッケー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 。だから逆にビッグバンって他につなげづらいから、もうここで潰したかったんかもしれないね。いや、今の話が出た。ヤミエさんの読みの偉かった、マジで。すごいわ。すごいビッグバン。まあこっちはもう2つ分かってますがな。だから固定どこなの。だからもうさっきのキャンプも込みで消化したいですよね、なるべくね。そうね。だから結構数多かったら、とりあえず分かるやつと、あとキャンプ行こう。キャンプ行こう。キャンプはもう、あるとくんギャンブラーだからね、結構こういうゲームにおいて。そうなの。だから5ってきたら、あのキャンプが2つ、全然もう全然ないの。見て5とか出すよ。あ、5、5、初手で5を出す、結構勇気だな。いる。車と沸騰か。クライマックスシリーズは時期的に秋なんで、
クライマックスシリーズ3。シャワーはないかな、もうさすがに。シャワーはないと思う。シャワー、え、紅葉、キャンプで紅葉でもちょっとあるかなって思っちゃったんですよね。いや、紅葉ありますよ。紅葉行くか。だって、見たいもん。紅葉ある。いや、確かに実際行くと、組みたいか。あ、じゃあ行く、紅葉やわ。ちょちょちょ。紅葉やわ。絶対紅葉やわ。いや、インスタグラムだったらタグまで入れていいですよ。インスタグラムで紅葉、紅葉行きます。紅葉、インスタグラムで紅葉タグ行きます。それはやめてくれ。紅葉映えしてるわ。やめろ。でもね、キャンプでね、車と沸騰はね、結構できすぎてるよね、5個。正直。正直。ないクライマックスシリーズって何ですか？なんかそれは。これクライマックスシリーズだから。夢行きに向けてるのこれ。俺あんま分からんねんけど、ピストルとかってこと？そういうこと？いや、そういう感じ。そう、だから、あ、ピストル。クライマックスシリーズって言うと野球なんですよ。野球、野球。全然 CS、CS。完全に夢行き向けじゃんか。で、そうなるとどうなんだろう。でも。フライ、フライはフライ。フライだ。うわー、すごい。もう一個何？え、なんかオランのピストルズみたいなチーム。何それ。オランのセックスピストルズ。パンダのチームないですか？パンダのチームないですか？パンダのチーム。パンダのチーム、パンダのチーム。シャワー浴びひん、シャワー浴びひん。せめて日本に来てるから12球団ぐらい把握してるよ。いいからさっさとキャンプのやつあげろ。球団代表やのに。ちょっと待ってよ。いいからキャンプのやつあげろ。でもラッパとフライはクライマックスシリーズでこれあり、まあいけると思うんですよね。え、パンダってなんかある？パンダーズみたいなないよね。パンダーズはない。パンダーズ、やっぱ甲子園はフルート吹きますよね。あー、でもこうクライマックスシリーズじゃないな。クライマックスじゃないな。でもフライラッパ、ラッパ、あ、ラッパ吹くか。ラッパ吹く。例えばだけど、昔の、あの、パン、高橋由伸っていうのがね、パンダっていう扱いをしてたけどね、あ、どっちやな、さすがにそんな昔のネタを使っておくない。でも待って、ちょっと待って、クライマックシリーズ3やで。クライマックシリーズ高すぎる。とりあえず、とりあえずラッパとフライ開けて、開けましょう。ラッパとフライ、じゃあ僕が開けます。責任持って。お願いします。じゃあ、ラッパ。おぉ、じゃあ、フライ。じゃあ、フライ行くで、ポン。さすがになぁ。これで、例えばですけど、キャンプの方で1個消化するっていうのもありですよ。確かに。じゃあ、沸騰いきますか。沸騰いきますか。いや、車か。車のが。いや、紅葉でしょ。紅葉か。紅葉か。まあ、インスタント気にしようと思ったけど、俺も車から離れろ。車から離れろ。でも、クライマックスは、10月頃だから、紅葉の季節だから。嘘、これ紅葉ちゃん。紅葉です、紅葉です、紅葉。紅葉行こう、紅葉行こう。紅葉しかありえない。じゃあ、紅葉。紅葉しか勝たん。ナオスケさん、押してください、紅葉。ほら、これ無理やって。嘘。やば。ピカゴ、ピカゴ、ピカゴロス、これはね、アクロス悪くないよ。待って、理解が追いついてないよ。ちょっと待って、何が起きた？今何が起きた？今何が起きた？待って。最強。ナスケさん、おまけの沸騰まで入れてくれたの？入れた、入れた、入れた、入れた。当ててきた。びっくりした。とりあえず、とりあえず頑張ってよ。車じゃないの？やばい。いや、でも車やと思う。え、クライマックスシリーズが紅葉、いや、わからんわ。でも本当、10月頃とかなんで、10月、11月、10月頃なんで、でも紅葉の季節って言ったら、まあ、割と、ありかもな。確かに。まあ、だから車ちょっと薄く見ていい気がするわ。もう、あと1個ですからね。そもそう。そっか、わざわざクライマックスシリーズにしたのが、そういう。ここに繋がる。ちょっと待って、アルト君、頭、すごい。アルトぐらいって言ってない、なんか。アルトさん、もしかして、夢行きさんとしかやってないですよね、これ。愛すぎてるんよな、愛しされてる、他2人。確かに。よかった。でもキャンプはのすけさんが開けまくったわけだからね。確かに。え、じゃあ僕が。いや、ヤミちゃんは、ヤミちゃん紅葉だって。いや、正直紅葉まではたどり着かんかった、俺ら。ほんまに。いや、でもガチガチ。だって、さっきまで、ヤミさんの声がなければ車と沸騰ですよ。でもヤミさんが紅葉見たいって言うから、のすけさんも紅葉になったんですよ。そう、俺は紅葉見たかったから。そう、ヤミさんの一声のおかげで、紅葉になった。人生歩んできてから。あいつらなんかもう、立った気でいいの。ありがとう、ありがとう。立った気でいるよ、もう。ありがとう。あとのトークしてんだよな。短い旅行でする？いや、ここから大逆転見せますからね。いや、ここで4つ目は難しいけど、俺たちで言うても4枚開ければいいから。一緒か。だってキャンプ5だったわけだからさ。ピ
カさんもめちゃめちゃ強すぎ。歯が入ってる。歯が入ってる。歯が入ってる。すごいよ。これイギリスとロンドンで5枚開けさすのやばない、マジで。何だ実質これイギリス語だもんね。ワンチャンフロートもね、届いちゃう。ユニオンジャックの旗はマジですごいなっていう。確かに読む方もそうだ。すごかった、ほんまに。モナ・リザ、ピストル、鍵やタグ。あ、イギリス。そうあるか。すげえ。そっちだったのかな。そっちの可能性が。どっちでもいけるんだ。くちゃ。からもしかしたら旗はおまけだったかも。アイキルの好きな人。すげえ。めちゃめちゃアイキルの低い説明だった。わかりやすい。わかりやすい。あ、これか。キリさんくん。ええ。あ、何が来る。ジャックザリッパー。あ、ジャックザリッパー。そうですね、切り裂きジャック。ああ、それで今ガッテン来ました。ガッテンいただきましたでしょうか。ガッテンってやつだ。ガッテンガッテン、ちょっと待って、調子乗せるこいった。どこにやったらクラス頑張って。そういうネタがあるんですか。ありますよ。ガッテンいただきましたでしょうか。ガッテンガッテンガッテン、 NHK の番組です。ええ。山瀬まみがいます。そうです、試してガッテン。試してガッテンですね。あー、それは試してガッテン。そうです。 NHK 大好きだったから、おじいちゃんがよく見てた。ひろきさんもおじいちゃんだからね。あ、山瀬まみって言われて知ってる年齢ですからね、普通に。山瀬まみ知らないのみんな。でももうだいぶもうベテランの域だから若手知らないんじゃないですかね。あ、若い子たちは若手フィーターで若手芸人だったんですね。俺1000人ね。まあ結構出てたりしますけどね、バラエティ系で。ただもうなかなかご年齢なんで。志村、あ、そうか、志村の前出た、出たっけ。そうなんよ。めっちゃ、そっかそっか。あれ新婚さんいらっしゃいわ、違ったっけ。あ、そうかも。あ、山瀬まみだ。あ、今も今もそうか、わかった。そうだよ。山瀬まみ新婚さんいらっしゃい。山瀬まみで、山瀬まみキスってます。いや、それぐらいもう聞いてるぐらいの声。ピカクロス、もう時間過ぎてんねん。そんなに聞かねえよ。まあ、印象的にはあるけど。結構出てたんですよ。あ、うつ3回しかも。うつ大丈夫。でも、いや、これまだ4ついける。話聞くで。いや、でもこれで4いけってことでしょ。これでも、そうだね。でも、そのもう1個はあんまり、だから勘でいけってことだ。いや、あるよ。タグかな。あるよ。タグもタグ打ちとか言わない？なんか何のタグ？タグ打つっていう。全部カジヤ開けるじゃん。カジヤそうだ。全部開けるじゃん。そうだ。ピストルカジヤは熱いな。ここは多分打つ打つでしょ。ピストルを打つ。科学者じゃない、これ打つ病の刀を打つ。うん、科学者はやっぱ注射を打つとかいうイメージなんで、まあ、科学者だからね、医者とかじゃないから、ちょっと違うかもしれないけど、イメージはできるよな。打つになったらパンダ見たくないですか？なるな、タレピンがタレパンダみたいな。とりあえずピストルを開けるか。これは正解でしょ。カジヤ。カジヤは全然ありだと思う。あえてひらがなで打ってるのはそういうことでしょ。まあそうだよね、変換できるようにってことだよね。で、次に、ないものから、モナリザパンダ、旧車、シャワーはないでしょ、上。すごい。もういやばい。で、車もないでしょ。パンダですよ、パンダ、パンダ、パンダ。ちょっとフルートは絶対違うじゃん。そうね。だから、タグチェック科学者で、タグチってなんだっけ。最近流行ってるなんかパンダを撃つって言うんよ。そのパンダを見て、幸せを受け入れることをパンダを撃つって言うんよ。でもやっぱ科学者が一番、なんかイメージはしやすいよな。ムートされてる、ムートされてる。ダメだ、無視されてるよ。ノスケさん、私が聞いたのは、なんかその、あのメンタルチェックみたいな意味なんかなって思った。遠くないかな。なくはないかもしんない。言われると、だから、そう、あ、打つに3つの意味ちゃんと持たせるのかっこよ。だとしたらめっちゃかっこいい。まあでも、うつ病チェックあるな。あ、いやでもそれ言われると、あるな。なんか、なんかここで青を開けて、ピカクロスともども我々もかっこよくなろう。それか、他に、そうだよね、打てるもの、そのさっき上がったタグ。あ、でもそれよりは打つのチェックの方がなんかモナリザが一番遠いから多分タグだと思うんだよな。あとをチェックに1票だな。そうなる。パンダを打つ。打つパンダ。打ちたいなのよ。別にあの別のね、あのミュートされてない人がね今言うたからね、言うてくれた。俺の周りに言うてくれたから。で、なんかチェック今野民的にどう？どこが一番熱い？いいえ、わからん。いいよ。てか、そうしたらもう関係ない可能性はある。もうもはや科学者はちょっと遠い気がする。そうね、そう言われると遠くなってきた。うん、タグを打つってなんだ。なんだろう。なんかでもあるよな、多分。タグ打ちってなんだっけ。なんだっけ。
なんかあるよな。なんかモナリザのうつ話とか誰か知ってない？ああ、モナリザうつだったらしいですよ。そう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 、モナリザうつだったらしい。あいつ結構病んでたら。やめろやめろ。そう、前髪。やめろやめろ。前髪パッツにするかどうか悩みすぎて。イカせるな。イカせるな。モナリザ動くなって毎回言われてる。やめろやめろやめろ。かわいそう。バカバカバカ。レオナルド・ダ・ヴィンチがうつだったっていう可能性。おーバカ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 。おお。それあるかもしれない。何？考察どんどん行く。知らんよ。だいたい画家とかは鬱になりやすいんでしょっていうさ、その当時の作品ができなくてモナリザできなくて鬱はあるかもしれない。バカバカバカ。いや正直ないんだよ。ギリスロンドンが完全に多分取れてるから正直、ね、でも3で出してるってことはプラ1で引けそうなんじゃないのとはちょっと思うんだよ。いや俺はもうこれはピカクロスは半ば諦めた。半ばそギャンブルに出たんだと思う。4引かせるよりは3を確実に引かせて、うん、プライチで誰どれか引いてくれたこと。で、これまでの向こうのヒントとかも含めて、なさそうなもの。はいはいはい、これは外すだろう。いや、でも、全部引いてないか。全部引いてるわ。向こうも。向こうもな、向こう2手でやっちゃってるからな。あ、田口、ホームページか。モナリザ。ホームページか。なるほどね。あー。別に、それやのうちですね。食べちゃったけど。うん。タグうちで。めっちゃ PR って打つね。うん、あクロスにキーそのキーボードを打つね。はい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 、はい、両方あるじゃん。全然両方出てきちゃったな。うつ病チェックかキーボードを打つか。キーボードを打つだったらまだタグの方が近い気はするかな。いい年の可能性出てきたな。打つからチェックに行くか、はい、真ん中のこれ何社って言うんですかこれ。いやわかんないです。旧車読めないの？旧車じゃないの？旧車でいいのかな？旧車お前馬娘やってるの？旧車って何ですか？八馬とか、馬さん、あのプラス馬がいるところか。馬やね。なんかダビスタでよく見る。ああ、じゃあやっぱり鬱になったら馬見たくないですか？そうだね。で馬パンダモナリザの3つってこと？競馬でも競馬の3つ。はい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 。馬パンダ見えた。そうじゃんやっぱり。いやもうこれは向こうが馬すぎたから俺たちはこう胸を借りるつもりで。旧車の馬。競馬ってほら無知打つっていうタグまではいけそう。ラストパートの時に一瞬思ったけど多いんだよな。多いな。俺ヒントだったらちょっと笑うわ。やめてくださいよ。やべやっちった。もうやべ。もう行こう。もう行こう。一番近いのじゃあタグか。タグだな。タグまでは絶対届くだろうな。タグを時点チェック。あタグか。それはな。タグで行こう、もう。まあ、だから、向こう、向こう、行きましょう。向こうが。インスタですよ。向こう、1で外す可能性もあるから。ピカ君って、そういう、なんか、やってる？ねえ。ホームページ？ホームページとか、プログラミングとかやってる？やす、わかんない。やってるかもしれない。プログラミングはわかんないけど、ホームページはあるかもしれない。うん、行こう。行くしかない。じゃあ、しぐれなを。そろそろ行きましょう。まあ、さすがに時間的にね、ちょっと。ね、じゃあ、お、押しますか？いきますよ！はい。おー、マジか！いいよー、すごいすごいすごい！でもう一個いくのか？これで3だから、プラス1個はもう賭けってことだよね。そうだね。そうだね。だから逆に考えると、もう打つじゃないんだよ。そうね。全く打たない単語の中に。あ、パンダやん。パンダ、まあ、あり得るんだよ。パンダやん。いやパンダス、でも本当にパンダかもしれないんだよ。本当にパンダかもしれない。何も言えなくなったんだよ。パンダやっぱやめて。絶対なんだあかんねん。絶対なんだか。パンダはダメだ。なんかこれ言うと怒られるかもしれないけど、外して楽になりたかったかもしれない。もっと死ねよな、今。どうしよう、今もっと難しいことになる。だって向こうのヒントに濃いのないよな。キャンプも全部引いたし、クライマックスシリーズも全部引いたし。引かれると困るやつだから、まあ車がもう一個だったのか説があったから、車はやめとこう。なんか車はもう完全に除外するとして、なんかうちのやつだと、いやでも逆、そうだよな。だからうちのやつが車だとしたらさすがにちょっと怖いもんな。シャワーもちょっと怖い。あと部屋の中で喋ってたのはモナリザくらいだけど、それはイギリスかフランスかって話したから薄くなるのかなって思って、だからモナリザを最初イギリスと勘違いしてた可能性が、最初僕らが勘違いしてたから最後はもう
これ引いてくれるだろうっていう一義の望みにかけてる。俺モナリザで勝ったらかっこいいのかな。やめてー。いやでもそれはね、抜く可能性がね全然ある。モナリザは鬱ですからね、大体。そうですね。うん、鬱のモナリザで有名ですからね。まあ、なんか向こうのチーム早く終わらせたがってない？いや、飲むならもう、飲むならもう、時間が半分過ぎてると思ってんで。よし、早く分かってんじゃん。分かった、モナリザ行くか。いや、行けるか。お前らのチームが言ったんだからな。お前らの時間ずっとゼロで止まってんぞ。いやー。これで前どんどん知らねえからな。何言ってんだよ。これで負けたら受ける。これはうまかったな。じゃあ、いや、みなさん、お願いします。え、僕なの？おいおい、そこ男見せろよ。モナリザだ。嘘。おお。これはうまかったな。嘘でしょ。ありがとうございます、本当によかった。え、勝ったの？ちょっと待って。あのね、びっくりして逆に盛り上がらない。いや、ほんまに、ほんまに。嘘でしょ？嘘やろ？やったーっていうのよりも。これ。運ゲーかよ、運ゲーかよ。あと、排気青になってくれ。いや、やばい、めっちゃモナリザ押しちゃった、ごめんなさい。すごいな。いやいやいや、全然全然。嘘でしょ？やめろーってずっと言ってたけど。読者どうか。マジですごいわ、これ。私はもう、祈ってました。何？何？え、じゃあやっぱ、北さんはその、最初にモナリザの話したから、もう流れで言ってくれぐらいの気持ち。うん、もうそれぐらいのパターンしかなかったんすよ。最後の4択が、モナリザ、ピストル、鍛冶屋、タグなんすよ。まあ、無理だ。繋がらないんすよね。で、なってきたときに、どれを切るかってなってきたときに、もう切るとしたら、あの触れていたモナリザを置いといて流れで行ってくれないかなっていう期待ですね。すげえ。その思考よくできたな。まあまあ、すごいなマジで。で、打つはあのご推察、あの推察の通りに、あのタグ打ちのタグで打つと、タジヤの打つとピストルの打つなんですよ。すげえ。うわ、すげえ。打つチェックじゃなくてよかったね、ほんまに。いやでもなんか気持ちいい通り越してなんかわからんわ。いやもうなんか誰も分かってないよこれ。なぜ勝ったのか。私は拾いに行こうって言ったの。逆に違うのかと。いやー、余裕持ちすぎた。俺もなんか、ね、いや、でもあれを持って。ってるから。いや、あの、赤がきつい。赤の5枚抜きがマジできつかった。いや、アルトさんうまかったな、キャンプが。ガチでやばかった。キャンプうまかった。キャンプうまかった。あ、クライマックスシリーズも天才だったな、確かに。クライマックスシリーズ。まあ、ちょっと、夢行きさんにしか伝わってなかったです。あれ、おもろかったな、マジで。あれって最後、え、もみじ、もみじ紅葉で合ってたんですか？あ、紅葉は合ってますけど、紅葉は、要は、あの、なんだっけ、あの、キャンプで車抜かれるとめんどくさいので。あ、本当だ、車じゃないんだ、最後。うん、ああ本当だ。そう、白なんだけど、はいはいはい、まあ、うん、本当は野球2で出そう、野球3で出そうと思ってて、うん、そう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 。そうか、あそこでそのシーズンもは足したわけや、その時期を足したわけ。時期足した、時期足した。すげえな、よかでも。ハイレベルすぎたわ、ちょっと。興奮したもん。最初のイギリスとかでちゃんと綺麗に、なんかバスまでちゃんと考えてくれてよかった。あの、ビッグバンは完全にお土産です、あれは。あー。やば、今の試合やばいな、マジで。あの、ビッグバン、ビッグベンで拾ってくれたから、じゃあ次ロンドン2位出せや、押してくれるよねってなるほど、なるほど。あれ、怖かったぞ。